次にお送りします曲は、いい日旅立ちです。この曲は山口百恵さんの曲で、1978年には国鉄による旅行誘致キャンペーンのキャッチコピーにも使われました。車窓を流れるゆったりとした旅の風景を思い浮かべながらお聴きください。それではどうぞ。ありがとうございました。次にお送りいたします曲は、私たち石子水美といえばこの曲、ユーロビートディズニーメドレーです。各パートのかっこいいソロや激しいパフォーマンスにも注目してお聴きください。それでは皆さん、準備はいいですか？それでは参ります。ユーロビートディズニーメドレーです。Thank you.
ありがとうございました。これで私たちの演奏は終わりかと思いきや、この後このステージで各パートごとの演奏による駅の発車ベル当てクイズが行われます。なんと正解した方には JR さんからの景品もあるみたいですよ。そうなんですか、楽しみですね。早くやりましょうよ。まあまあそんなに焦らずに、吹奏楽部がこれから準備に入りますのでしばらくお待ちください。